こんにちは、今回も遥かなる時の中でを続きを、やっていきたいと思います、いつも視聴してくださるばかりでなく、いいねやコメント等をしてくださいましてありがとうございます。改めてね、実況する原動力とさせていただいておりますので、引き続きよろしくお願いします。さて、物語の方は中津区に戻ってきたまでは良いけれども、要するに本国政府と佐々木ら一族との確執が生まれているというところです。姫さんどうしてるかな。さて、忙しそうにしてたが、あれこれ抱え込んで泣いちゃいないだろうな。さあ心配ですよね。ああ仕方ね、一丁橿原宮に乗り込んでやるかねえ、やっぱ思い人と離れ離れにずっといるとね、それは会いたくもなりますよ。お、待ってるよ姫さん、橿原宮まですぐに行ってやるからな。自分で動かすっていうことですね。敵出ないですかね。あ、ちょっともうあとひたすら書を進めろって言われるんですかね。ですね。じゃあ、ああ強制的に何か起きる。そいつはひでえや。俺らそんなせこい真似はしないぜ。さあ、ヒムカの一族と、ね、人間って言っていいの？中月の人々の対立が。しらを切る気か？だったらこれを見ろ。祠に落ちていた羽だ。ほら、こっちは畑にあった。あ、狩金がいた。カラスだな。ああ、それじゃなきゃ、トンビの羽だろ。下手なでっち上げはやめろって。俺らの翼にはそんな貧弱な羽は一本もついてねえや。ほら見てみろ。すごい羽ですよね確かにカラスやトンビじゃ、似せることできないんじゃないですか羽。うわ何をする先に言いがかりをつけてきたのはそっちだろ。というところで佐々木さんが来た。お前ら何やってる。大将聞いてくださいよ、こいつら俺を泥棒呼ばわりしやがる。お前が盗賊の頭か。金輪際この村に近寄らないでくれ。ここは中津国の村だ。姫香の一族は自分たちの根城へ帰れ。悪いがそうはいかない今のところはな。だがあんたらが近づくなって言うならこの村には近づかねえさ。おい、お前らも分かったな。けどそれじゃあ俺らが本当に盗み働いたみたいだ。他に誰がやる。俺らヒムカの海賊は貧しいものから奪ったりはしない。信じるか信じないかはあんたらの勝手だ。ほら行くぜ。さてさて何が起きているんだ。いやー悪かった悪かった。お前らの潔白は重々承知だ。だが頭に血が上ってるあいつらに何言っても無駄ってもんだろ。確かにね、そういう人間ほどどれだけねこちらの真実を解いても本当に通じない逆効果ですよね。そういう時はどうするか。大将、ま、そのうちあいつらにもわかるさ。俺ら海の男の生き様ってもんがな。大将、俺どこまでもついていけますぜ。感動させちゃった。ああいや、とりあえず今日は雨の取り筆に戻れ。大将どっか行くんですか。ああまあちょっとやぼようだ。ご執心だな。狩り金さんは確かに分かってらっしゃる。ああそうか、うまくやってくださいよ。ガシッと決めちまってください。バレちゃった。黙って帰れ。あでも佐々木さんすごいですね。すごい濡れ衣を着せられると本当に、まあ、向こうも怒り心頭でしょうけどこっちもねなんとか潔白を示してやろうと。こういう回避の方法ってなかなか器が大きくないとできないもんですよね。さて待て、
ここは中津国の王宮、お前のようなものが出入りすることはならん。でもね、中津国最高の、ね、功労者として伝わってるんじゃないですか、佐々木さん。すごい、なんでこんな扱いが悪いんだろう。いや、俺は、ははん、さては新入り門番か。じゃあ仕方ねえな。俺は姫さん直属の将、姫さんの旗揚げから共に戦ってきた仲間だ。そうだよ。おお、恐ろしい話だ。承知している。その上でか。姫よりお声がかかれば視野が立つ。それまで控えていいよ。なんだよそれ、姫さんがそう言ったのか。お前に答える必要はない。なんと、なるほど、あれが二の姫が熱を上げているという男か。らしいな。二の姫のもとに竜神が現れないのは、姫が姫家の一族に心を奪われているせいだというぞ。その噂なら聞いた。案外本当のことなのかもしれない。聞いてた？中津国の裏切り者さえ消せばこの国はまとまるかと思ったが、問題は奴らじゃなかったのか。本当の原因は、ん？本当の原因？例の噂、かなりの速さで広まっているようですね。はい、西国にまで漏れ伝わっているとのこと。そうですか。それで村でのいさかいはどうなりました？村人の怒りは頂点に達しています。先日村の王佐が姫家の一族の出入りを禁じたとのこと。どうやらこちらもうまくいったようです。貧しい民を怒らせるには食べ物を奪うのが何より効きます。言葉に気をつけなさい。はっ、良いでしょう。引き続き橿原宮の警備や厳重に。あの者を姫に会わせてはなりません。そうか、才の君の差し金か。多分指針であってのことではないとは思うんですけれどね。あくまでも中津国のためにやっている非常な手段。久々にボイスが入りました。ほっとけ。無駄だ。ああ、分かってるさ。中津国の奴ら、俺を姫さんに会わせない腹なんだろう。だが姫さんは俺に会いたがってる。いや、俺があいつに会いたい。青っ白い文官なんざ、丸め込んでやるさ。丸め込む？殴り飛ばすではないのか。それはダメだ。そんなことをしたらまたあいつの立場が悪くなる。あいつの国が俺のせいで潰れちまう。ま、見てろって、うまく言い繕って見逃してもらうさ。お前本当に佐々木か？俺だってあいつらに頭下げたかねえ。邪魔する奴らを蹴散らして姫さんかさらってずらかりたいぜ。だがそれをやっちまったら。何やら不穏なことを話しておられる。白昼堂々姫を角かわそう、失礼、角わかそうなど。バカ言っちゃいけない。俺はただ話はゆっくり聞かせてもらいますよ。戦議の席で。おっと、絶火事件を起こしてしまった。ここにいたのか。
どうしたの？ナギ。やっぱり何にも知らないんだな。面倒なことになってるよ。佐々木たちがさ。え？何度言ったらわかる。カリガネさんも怒ってる。そしてなんとかっこいい二人。これはしばらく見ていた映画続きを言いましょう。かっこいいな。手もかっこいいな。俺は姫さんに二の姫に会おうとしただけだ。そうやって姫に取り入り、この国を欲しいままにするつもりなのだろう。現に軍議の席では独断でことを決め、自分に都合の悪い文官を何人も追い落としている。姫を惑わし、中津国を傾けようとしているのではないのか。俺は常世の軍と戦い、橿原宮を取り戻した。姫のためだ。これからも姫に尽くす。ただそれだけだ。ならば翼を落とせ。姫を慕い、中津国のために尽くすというならば、姫家の一族の証である翼を切り落とし、中津国への心中を示せ。貴様、やめろ。カリガネ、俺は お願い、二人を離して。知ってる。早い。姫さん。姫、お控えください。中津国は彼ら姫家の一族のことで揺れています。この二人を捨ておいては先の戦の二の舞となります。姫家の一族を橿原に置いておくためにはこうするほかありませんぞ。佐々木の翼を切ると言うけれど、ちょっと急だな。切ったりしないで。私のせいで翼を切るなんて、いや、こんなことは間違った。全部、いや、びっくりした。まさかね、仕方ない翼を切ろうみたいな選択肢があるとはって思ったんですけど、全部違うね。誤調の違いか。どれだ。こんなことは間違っているわ。やめて佐々木、翼を切ったりしないで。そう、翼を切ってほしくはないけど、ちょっと話長くなりますけど、言いたかったんですが、よくあるんですよね。国ができた直後に建国の後進たちがあまりにも優秀すぎるから、かえってその国にとって変わるんじゃないかということで、どんどん粛清されちゃうってことがよくあるんですけれども、それがこのパターンですよね。特に今中国の古代の漢のことを思い出しましたけど、だから間違ってるんですよ、こんなこと。そういう形でね、追い落とすのはダメだよ。佐々木さんはそんな、左にしていいですか。あのね、4って右正解が多いんだよね。でも違う。こんなことは間違っているわ。なぜ私たちに翼を切れという権利があるの。その通り。姫家の人たり父は、常世の国と戦うために力を貸してくれた。この橿原宮を取り戻せたのだって。やめろ。理屈じゃないんだろ。俺があんたのそばにいるためには、この翼が邪魔なんだ。だったらしょうがないさ。俺はあんたを諦められない。たとえ翼を失おうともな。そんなことしたら、佐々木じゃなくなってしまう。私の好きな佐々木はいなくなってしまう。
私は今までのままの佐々木でいてほしい。ぬ来たぞ久々に。それでも翼を切るというのなら、翼を切るのやめさせよう。あなたが翼を切られるところなんて見たくない。もう翼のない佐々木を受け入れるしかない。来た、これだ、来たぞ。でも確かに翼を切ることによって佐々木は妥協して宮に入れるのかもしれない、ゆえ子と一緒にいられるのかもしれない。でも翼を切るということは佐々木たちの力を削ぐということでしょ。なんかより粛清しやすくなるから、翼を切らせたところでまた佐々木を追い落とすようなことを彼らはするかもしれないでしょ。だから翼切らしちゃダメでしょ。やめさせてみよう、うん、見たくないって言ってもいいけど、これ実行だ、ゆえ子頼む、実行してくれ。翼を切るのをやめさせよう。たとえ一緒にいられなくなっても。そのためには佐々木がここにいてはいけないんだ。ああそうなるか、そうだよな、確かに一緒にいたいけど佐々木は佐々木としていてほしいもんね。私もそう思う。だったらっていうことだよな、私が佐々木をここから逃がさなくては。とっくにの玉切れ、なんだ、あ、使ったのか。それは、ああ、なるほど、そうか。佐々木、仮がね、直ちにこの橿原を去りなさい。あ、氷川の一族を連れこの地を去るのです。そして二度と橿原の地を踏むことは許しません。二度と私の目の前に現れることは。もういい、やめろ。自分で言ってることが分かってるのか。去りなさい、今すぐに。行くぞ。姫さん。うわ、傾いた。はあ、怖い。佐々木、ごめん佐々木。そうやって無理ばかりして本当にいいのか。いいわけないでしょう。そして氷川の一族は橿原の宮からいなくなった。彼らが去ったことを中津国の人々は喜んで受け入れていた。人々の喜ぶことをするのが王家の者の役目なのだとしたら、私は正しいことをしたはずだ。それでも、氷川の一族がいなくなった。雨の鳥船に行ってもみんな気にしないだろうけど、行ってみますか。雨の鳥船に行ってみよう。一応天秤は傾きましたよね。ああ、戦議というイベントだったんですね。佐々木の書の物語を進めましょう。わかりました。じゃあ目的地、雨の鳥船に向かってみましょうか。よいしょ。ああ、よいしょ。そのまま行っていいのかな。こっち行ってみようか。何もないですね。ここにもいない。やっぱり阿蘇に帰ったのね。
でもそれでよかったんだ、翼を切られてしまうよりは。うん、翼を切ってでもっていう選択肢はないよね。ユゲコ誰？え、ああ久々、すげえ久々です。いたんだって一緒に。ユゲコちゃんこんなところにおったん？いや、やば、手冷たくなっとるやん。いつからいたん？あ、夕霧、久々ですね。おっとりした雰囲気の美人、彼女は何者なんでしょうか。なんや、ぼーっとした顔して。あったかい飲み物でも入れてあげようか。ん、ありがとう。でもまた今度ね。私もう橿原宮に戻らなきゃ。てか夕霧なんでここに、この辺にお住まいなのか。かまへんやろ、少しくらい。ごめんなさい、でも心配されてるから。二の姫がまた何かしでかすんじゃないかって。要注意人物みたい。走った走った、元気だな夕霧子ちゃん。女の子が人を好きになるのがあかんなんて、そんなんが間違ってるんや。面倒な国やな、ここも。うん、夕霧との友情エンドもあるんですかね。確か人物情報でなかったでしたっけ。夕霧の声はまだ聞いてないもんね。聞いてみたい。あ、鳥が飛んでいく。渡り鳥が渡ってきたのかしら。ああ、約束か。めでたく橿原宮を取れたら、あんたを抱いて橿原宮の上を飛んでやる。風に乗って中造りの王宮を眺めようぜ。約束したのにね。佐々木はもう忘れてしまっているかしら。一緒に飛ぼうという約束を、おっと、忘れていないと思いたい。忘れてるわけない、きっと忘れてるよ。忘れてるわけないでしょねえ、真ん中で行こう。信じましょう、忘れてるわけない。きっと佐々木も空を見ながらあの約束を思い出してくれてる。叶えられなくて悪かったって悪びれもせず言うんだろう。この章泣けますねちょっとあ、泣けたな。はい、失礼。来ましたね。終章、失えない宝。橿原を去った佐々木と橿原に残った湯気子、中津国最高のための戦いが二人を引き裂いていく。そんな中、ゆえ子の身に最大の危機が迫る。最大の危機が迫る。ちょっとここでセーブできましたっけ。あ、できます。じゃあここで切りましょう。ちょうどいいところですね。ではいよいよ、遥かなる時の中で4佐々木編終章がやってまいります。最大の危機とは何なのか、佐々木とまた湯月子は会うことができるのかできないのか、交互期待というところで、今回はこの辺にしましょう。ここまで ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。失礼します。